どうも皆さんこんにちは。山リズムです。今回は日本一の山、富士山を見に車を走らせております。今まで山ばかり行ってきましたが、日本の大将、富士山には一度も足を運んでいなかったので、今回は改めて冬目前の富士山とその富士山周辺の観光地にスポットを当てていきたいと思います。さあ、行くぞ。お、富士山が見えてまいりました。雪かぶっていますね。とりあえず観光地一箇所目は、白糸の滝へと向かっています。ここは日本の滝百選にも選ばれているほか、なんと、世界文化遺産にも登録されています。すごいですね。それと滝の水は富士山の雪解け水なんだそうです。そんなこんなで到着しました。駐車料金は、その他入場料などはかかりません。到着しました。富士山、これは強敵だな。ここから少し歩くみたいです。プチ森林浴？綺麗ですな。こんなすごい滝もありました。思ったよりも観光地化されています。見えてきた。これはすごいな。鳥たちもたくさんいました。さて次の目的地へ移動です。
の目的地忍野八海に到着しました。どこにいても富士山が見えますね。これは強敵だな。急に道が狭くなった。すごく綺麗。この池は枠池というみたいです。ここベストショット。効かないぞ。水深8メートル。そこまで見えておりますね。コインがたくさん沈んでます。ちなみに池にコインなどを投げ入れるのは禁止されており、もし投げ入れた場合は罰金1000円だそうです。最後に山中湖へやってまいりました。ここは山中湖交流プラザキララになります。毎年大きなフェスなどイベントが開催されているみたいです。富士山があるだけで映える映像が撮れてしまう気がします。こんなはずでは。今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。